どうも、皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、なんと、アメリカンエキスプレスのクレジットカードって、百貨店ギフトカードをね、購入することができますよね。本日はですね、なんとこのアメリカンエキスプレスで、百貨店ギフトカード 3% オフキャンペーンっていうのが、今ね、開催されておりますので、本日はね、こちらの解説、やっていきたいなと思います。ということで今回はですね、百貨店ギフトカードがね 3% オフで購入することができるということで、これねギフトカードなんですよね。はい、ですので普通にねギフトカードとして使えるものが今回ねアメリカンエクスプレスのクレジットカードで購入していただくと 3% オフで購入することができるということで、普通ねこういうのねありえないんですよね。今までもですね、ポイント2倍とかね、3倍とかね、まああったわけなんですけども、今回はね 3% オフということで、お得にね購入することができてしまうっていう風になりますんで、こういったねマリオットアメックスプレミアム、じゃあね年間150万円決済していただくと無料宿泊特典がねもらえたり、またね400万円以上決済していただくとマリオットプラチナステータスをね獲得することができたり、またねヒルトアメックスプレミアムカードだったら200万円でねダイヤモンドステータスね獲得することができたりと、こういったね、決済仕様ね、されている方は、かなりね、おすすめっていう風になりますんで、気になる方はぜひね、最後までご覧いただければなと思います。ではね、早速内容に入りましょう。公式サイトね、こういった形になっておりまして、期間限定キャンペーン実施中ということで、ウェブサイト電話でのご注文限定百貨店ギフトカードが、今ならね、3% オフで、購入することができるって言った形になってるんですよね。で、期間がですね、2023年の5月の15日から6月の28日までということで、今回の特典は、電話、ウェブでのご注文で 3% オフでね、購入することができます。で、こちらね、注意事項としてはですね、ウェブサイトでね、こちらアメックスにログインしていただいて、購入ね、していただくわけなんですけども、購入画面ではですね、3% 適用前の金額がね、表示されまして、こちら決済していただくと、明細に載るときにですね、3% オフね、されるっていう風になりますんで、公式サイトね、概要欄に載せておくわけなんですけども、こちら進んでいってもですね、割引価格で表示がされないで、カードの明細に載って初めてね、割引金額でね、表示されるっていう風になりますんで、この点はね、ご注意いただければなと思います。で、このね、百貨店ギフトカードっていうのはですね、公式サイトでね、こういった形に見れまして、まあ、こういったね、カード型の券面になっておりまして、まあ、3000円であれば3160円、5000円だったら5210円、1万円だったら1万310円ということで、額面通りにはですね、本来ね、購入することはね、できないんですけども、ログインしていただいてね、進んでいただくと、1万円以上であればですね、額面通りですね、購入することができるって言った形になるんですよね。5000円とかね、3000円とかでね、購入してしまうとですね、ちょっとね、額面通り購入することができないんですけども、1万円以上であればですね、購入することができるって言った形になります。で、こちらね、1万円以上だとね、1万円で購入することができるんですけども、残念ながらですね、こちらね、送料だけはかかってきてしまうんですよね。1梱包10枚まで690円でね、購入することができるっていう風になるんですよね。で、またですね、送料を含めて一度にね、100万円までしか購入することができないっていう風になりますんで、一番ね、高額で購入されたい方は、5万円のギフトカードを19枚で98万円。で、そちらで、2梱包分になりますんで、送料はね、1380円。まあ、こちらでね、購入するのが、まあ、おすすめっていった形になるんですよね。で、今回ですね、先ほども言った通りですね、キャンペーンではですね、3% オフなんですけども、請求、まあ、公式サイトで進んでいく分にはですね、3% オフの前の金額でね、購入っていう風になりますんで、多分これが最大になるのではないのかな、なんていう風に思うんですけども、一応ね、ネットの情報を見るとですね、電話すれば一応ね、もっと購入することができるみたいなんですけども、ちょっと私はね、やったことはございませんので、まあ気になる方はね、公式サイトに電話番号も書いておりますし、今回のキャンペーンで、ね、電話でも購入することができるっていう風になりますんで、まあ気になる方はですね、聞いてみていただくのもね、いいのではないのかなと思います。ということで、今回のキャンペーン 3% オフということで、1万円のね、ギフトカードを購入していただくと、9700円で購入することができます。5万円であれば、48,500円でね購入することができるっていう風になりますんで、これめちゃくちゃいいですよね。5万円のギフトカードを買ったら 48,500 円でいいっていうことですからね、めちゃくちゃお得ですよね。で、
送料ね、かかってきてしまいますんで、5万円1枚ね、買ったとしても48,500円プラス690円ですので、49,190円でね、購入することができるって言った形になるんですよね。ですので、送料を含めてでもですね、額面より安く買えてしまうっていう風になりますんで、いやー、これね、普通はありえないんですけども、めちゃくちゃいいキャンペーンですよね。で、次にですね、今回のギフトカードなんですけども、利用先はですね、公式サイトに載っておりますので、かなりね、数ありますので、公式サイトで、ね、見られたい方はぜひチェックしていただければなと思うんですけども、こちらね、東京からはね、対象店といった形になります。まあ、東京からですね、日本橋の百貨店、日本橋のね、高島日本橋店とかね、いろいろ利用することができるんですけども、こちらね、テナントで入っているお店に関しては、利用できるか利用できないか、こちらね、そのお店によってね、異なるっていう風になりますんで、聞いてみないとわかんない部分もございますので、このお店で利用されたいっていう方は、そのお店でですね、こちらのギフトカードが利用できるかどうなのかっていうのはですね、確実にね、チェックしていただいて、購入ね、していただければな、なんていう風に思うんですよね。今現在ですね、百貨店とかに電化製品の取り扱ってるお店とか入ってる場合多いじゃないですか。で、これでね、ちょっと PC を買いたいとかね、そういうので使いたいみたいな感じで購入して、まあ、実際に行ったら使えないみたいなね、まあ、そうなってしまうとですね、かなり残念な思いされてしまうかな、なんていう風に思いますので、この点はね、注意していただければな、なんていうふうに思います。それでは次にですね、対象カードなんですけども、今回のキャンペーンね、アメックスのね、クレジットカードっていうふうになりますんで、一応ね、公式サイトにね、このカードなら使えますみたいなのは書いてないので、多分ね、アメックスが発行しているカードであれば、まあどれでもね、使えると思いますので、一応ね、こちらになると思うんですよね。スカイトラベラーカード、ヒルトアメックス、マリオットボムプレミアム、エーネアメックス、デルタスカイマイル、ペルソナスタッシュ、またね、プロパーのビジネスカード。まあ、ここら辺がね、使えるのではないのかな、なんていうふうに思いますので、一応ね、公式サイトにね、これがダメですみたいな書いてないので、こちらでね、利用できると思います。またね、セゾンアメックスとか、まあ、他のね、アメックスの国際ブランドのカードってありますよね。残念ながらですね、セゾンアメックスとかそういうね、アメリカンエクスプレスが発行してないカードに関しては、このキャンペーンで、ね、利用することができないっていうふうになりますんで、この点はね、ご注意いただければなと思います。ということで、今回ですね、百貨店ギフトカードがですね、3% オフで購入することができるということで、動画で作らせていただいたわけなんですけども、ちょっとこれはね、ありえないですよね。ギフトカードが額面以下でね、購入できてしまうっていうのはね、ちょっと今までね、ありませんでしたので、かなりびっくりなんですけども、今回ね、3% オフで購入できますので、ぜひね、アメックスの決済使用ね、予定されている方は、ぜひね、こちら利用ね、していただければなと思います。またね、今、ヒルトアメックスね、新規入会キャンペーンね、パワーアップしておりますので、一般カードであれば3ヶ月以内に30万円以上で1万ポイント、75万円以上で4万5千ポイント、通常分入れて合計5万5千ポイントですね。一般カードね、コスパ最強カードっていう風に言われておりますんで、こちらはね、おすすめっていった形になります。またね、こちらのプレミアムカードね、年間200万円ね、決済していただくと、ダイヤモンドステータスにね、獲得できますので、まあ、こちらもね、3ヶ月以内に30万円の利用で3万ポイント、150万円以上の利用で6万5千ポイント、通常分入れて4万5千ポイントで合計14万ポイントね、獲得することができるっていう風になりますんで、このキャンペーンね、6月の28日までね、やっているっていう風になりますんで、まあ、今からね、新しくクレジットカード発行したとしてもですね、まあ、おそらく6月の頭ぐらいにね、こちら来ると思いますので、その時でもですね、こちらのキャンペーンやっていればですね、利用することができるっていう風になりますんで、決済使用ね、今から発行する方も、今持ってる方でね、決済使用積んでる方もですね、こちら利用していただくのもね、かなりおすすめっていた形になります。またね、こちらのアメックスビジネスゴールドカード、この金属製のカードね、欲しい方もしいらっしゃいましたらですね、今ね、ポイントパワーアップしておりまして、初年度年会費無料でね、利用することができるんですよね。で、またですね、4ヶ月以内に150万円以上で4万ポイント、1年間200万円以上利用していただくと3万ポイント、通常分で2万ポイントということで、合計9万ポイントをね、獲得することができて、このね、金属製のね、カード、またね、初年度年会費無料で利用することができるっていう風になりますんで、まあ1年間だけね、利用していただければポイントだけ取ったりすることもね、できてしまうっていう風になりますし、獲得した9万ポイントはですね、年をまたげばですね、8万マイルね、ANA マイルに交換することもできるっていう風になりますんで、ちょっとね、メンバーシップリワードプラスのね、費用が3300円だったと思いますけども、ちょっとかかってきてしまうんですけども、まあこれのね、
利用していただくのもね、かなりいいのではないのかななんていうふうに思いますので、こちらもね概要欄に載せておきますんで、気になる方はですね、ぜひね発行していただいて、今回のね 3% オフね利用していただければななんていうふうに思います。この動画を出すとですね、毎回聞かれるんですけども、このギフトカードの現金化の方法はねございませんかって聞かれるんですけども、ちょっとね一回答えたらですね、めちゃくちゃ叩かれましたので、ご自身でね調べていただければなと思います。ということで、今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラムをねやっておりますので、ぜひねチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。